ピアリー局地探検賞はアメリカ合衆国の英典でロバート・ピアリー率いる北極点探査に参加した6名に贈られた。1944年に議会承認を受けアメリカ海軍長官から銀製の記念賞が授与された。ピアリー局地探検記念賞とも。メダルの制定根拠は1944年1月28日に成立した条文で、法文は 1908年から1909年のピアリー局地探検隊の構成員に銀メダル贈呈を規定する法律と題して遠征に奉仕した功績を称え隊員6名に授与することが決まったアメリカ造幣局で銀メダルを作り合衆国海軍長官の手により贈呈者である合衆国議会の名のもとに授与されたただしピアリーは受賞していない 合衆国の叙勲順位により上位はサムソン賞、会は NC-4 賞である。メダルの直径は1.5インチ。表面の右手に刻んだピアリー隊長は毛皮のパーカーを着てウォーキングポールの上端を握っている。その下の名文は3行にわたり、名称をピリポーラーエクスペディション1908から09と記した。外周に羅針盤の方位を示す点を配し。 北の位置に、針の矢印の代わりに、フルールドリスを描いた。理面には八行の名文を刻む。大意は次の通り。科学分野における1908から1909年の極地探査の隊員として、また探査の趣旨である、ピアリー帝徳の北極点発見を支援した功績を検証し、アメリカ合衆国議会より贈呈する。名文を挟み、上部に、 正常期とその左右にソリーヌを配置。同化部に漢字記の形をした記名欄を設け、受賞者の名前を刻印した。メダルの白い字は両端を幅0.25インチのアイスブルーの線が縁取る。6名が基準の条文で指名された。アルファベット順に一覧する。ありがとうございます。